こんにちはゆかです今、私はニューヨークのアップルイベントに来てます。今回、新しい iPad Air と iPad Pro と、Apple Pencil Pro も出ているので、ちょっと実際に実機を早速チェックしていきたいと思います。今、私は iPad Air をちょっとチェックしようとしているんですが、これが今回の4色展開の iPad Air、全部13インチですね。4色全部ありりますちょっといきなり 全部持ち上げるとこんな感じで、ブルー、パープル、スターライト、スペースグレーの4色展開です。前回のブルー、iPad Air のブルーよりもちょっと淡い感じ、もうちょっとパステルっぽい印象のカラバリになってます。今回、エアーで初めて2つのサイズで展開で、こっちが11インチ、これぐらいのサイズ。これは前と一緒ですね。で、13インチがこの大きい サイズになっています。横向きに使った時の上側、ここにカメラが新しくついていて、ただし、あの、アンロックするときはタッチ ID でアンロックになります。iPad Air ももちろんこのキーボードあります。ホワイトとブラックのカラーで、これはね、前と、前のモデルと変わっていないので、そんなに新しくはないと思うんですけど、あの、トラックパッドがあって、キーボードも 使えるというものですブルートゥースとかじゃなくてこれをただねパチッとつけるだけで勝手につながるのもめちゃめちゃ便利ですそして新しいアップルペンシルプロこちらも出ましたこれね見た目はあまり変わらないんですけど iPadAir か iPadPro と組み合わせるといろいろ面白いことができますまず1つ目がスクイーズという動きなんですけど本当にシンプルにここをスクイーズギュッと押すと こうやってメニューが出てくるようになります。こんな感じでいろんなペンをここで選べたり、ホバーもできるので、ね、実際にタップしてないんだけど、若干プニュって動いてますね。ちょっとじゃあこのペンにしてみると、えー、なんか可愛い色にしよう。黄色にして、もう一回スクイズすると閉じて、これで,です。バレるロールがこれなんですけど、実際にこのペンを回すことによって、 ペン先も回っています。中にジャイロが入ってるので、実際にどっちを向いてるのかっていうのを見てくれてるんですね。こんな感じで、ちょっと床って書いてみます。おおおお。<laughs> どうですかこれすごくないで、こう、細い線を書くとき、横向きにしたら細い線書けるし、よいしょ。こうやってたら太い線書けるし、 まあこうやってぐるぐるぐるってやったらこんなふうにできますで戻るにはもう一回スクイーズしてこのスクイーズしたままここをタップすあ違うタ, <laughs> タップするだけだと1回ずつなんだけど長押しすると1個ずつ全部こう行き来できたりもしちゃいますあとはダブルタップ消しゴムになりましたけどもう一回タップするとさっきのペンになって もう一回タップすると消しゴムこんな風に使うこともできますでタップした時にちょっとここはハプティックフィードバック触覚フィードバックがあって若干ここでなんていうのかなブブってバイブじゃないけど感じますあでも結構弱くやっても切り替わりますね面白いそしてフィードバックがあるからすごく使いやすいです初めて Pro を リアルリアクション <laughs> していきたいと思います。まだね、触ったことなくて、いろいろデモは見せていただいたんですけど、まだ実際に手に取ったことがなくて、今回ここに、えー、iPad Pro M4 が載っているものの11インチと13インチ2つともあるので、ちょっとチェックしていきましょう。こちらがまずシルバーの方の11インチですね。いや、確かにやっぱりめちゃめちゃ薄くて軽い感じです。 こちらが13インチですね、確かにめちゃめちゃ薄い、こっちが5.3ミリで、11インチの方がが5.1ミリの薄さになっています。 今回ね M4 のおかげで性能が50%アップしただけじゃなくてこの素晴らしいディスプレイウルトラレティナ XDR ディスプレイっていうね新しいディスプレイになったんですけどこれがそもそも実現できるのが M4 チップのおかげになってます M4 チップは初めて iPad Pro で乗ってまだ Mac にも乗っていない新しい Apple s i l i のチップなんですけどこのチップのおかげでウルトラレティナ XDR ディスプレイのタンデム OLED っていう 仕組みでこのねこの中のオーレットディスプレイが2枚のパネルによって光を二重構造にすることによってこんなに明るいところと暗いところのコントラストをめちゃくちゃ綺麗に出せるというものになっています。このディスプレイに関してピークニトが1600ニト。 これは実は iPhone15Pro とか ProMax と同じ軌道ではあるんですけどなんで iPad だとすごいのかっていうとやっぱりこのサイズ11インチと13インチありますけどこの大きいパネルでその明るさを出せるしかもこの薄さでっていうところがテクノロジー的に。 すごいところになっています。ということで、新しいキーボードも追加されています。こちらね、今、色違いで、シルバーにはホワイトカラーとこっちがブラックのカラーです。質感がね、この外側は前と同じシリコンみたいな感じかなで、こっちの内側の方が、ここの部分、パームレストの部分がアルミの素材になっていて、すごく MacBook っぽさがより増しています。14個のファンクションキーが ちっ,っちゃいバージョンと大きいバージョン13 1 1用とインチ用の方がねほんとトラックパッドめちゃめちゃ大きくてここの部分ガラスだしハプティックフィードバックが入ったのでクリックするとグッと押し込まれる。 感じです。M4 の凄さについてもっと皆さんに知ってもらうためには、がっつりにアプリの検証とかをしなきゃいけないと思うので、ちょっとまた後日もっとしっかり中身の検証をした動画を出していきたいと思っています。iPad Pro と iPad Air、Apple Pencil Pro、何か 気になる点とか質問があればコメント欄で教えていただけると詳細レビューの中で皆さんの質問にも答えられると思うのでぜひコメントでいろいろ教えてくださいまだチャンネル登録されてない方はチャンネル登録とこの動画面白いと思っていただけたらいいね評価よろしくお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ。